米、密集、密接。この3つの密を避け、ソーシャルディスタンスにステイホームをし、東京アラートもなくなり、ガバナンスの問題、コンプライアンスに欠けることもなく、まさにアウフヘーベンでペネトレイト、これがプラスのレガシーとなり、賢い資質、まさにワイズスペンディングで、東京大改革バージョンアップ 2.0 へのイノベーションが進み、都民が決める、都民と進める、都民ファースト、いわゆる都民の、都民による都民のための厚化粧へと進むわけでございます。清水さんが、そうなんですよ。いよいよ。私も着物姿で、大河、はい、ドラマ、真田丸に出演したんですよ。これはすごいですね。2月頃撮ったんですけど、はい、1月頃に三谷さんからメールがあって、大河、はい、に出てくれないかと。はセリフなしならいいよと言って。どんな条件？偉そうだな。そんな役あるか普通。大女優じゃない？なんとかってセリフをね、はい、なんていうの、そういう時代のやつで言うのはとっても言えないから。無理、うん、恥ずかしくて無理だし、現代劇だったら平気なわけ。はいはいはい、あなたお帰りなさいとか、はいはい、もしくは高畑さんのモノマネだったら言える。高畑だったらできるできる。高畑以外は嫌じゃ嫌じゃ。嫌じゃ嫌じゃ。それでいいじゃん。もう崩壊ですよタイガー、そんなんでさ。NHK 秩序なくなってますよ。中では、うん、ドラマのね、大河の中では、松本明子さんも演じられた役なんだそうでございます。やっぱこれ役作りというか大変だったんじゃないですか。とにかく怒ってなきゃいけないから、はい、なんで私人質なわけっていう顔をするんですけど、もうすごいスタッフの人がニヤニヤしてて、はい、でなんか、斎藤由貴さんが隣にいらっしゃるんだけど、はいはい、本当に、あの私、あの人ちょっと天然派で、はい、羨ましいです。うん、羨ましい、いるだけで人が笑ってるって、うん、本当にできないんですよね。そうそうかな、褒めてない褒めてないよ。だからものすごくいい子だから本当に純粋な目でそういう風に言われても、確かにさ、ね、スタッフがすっごいニヤニヤしてて、ね、でだけど私は本当そこまでずっと怒ってたんだけど、はいはい、特に顔だけですね、はい、と思ったんだけど、あのカメラがこういう風に私の周りを回って、はい、でやっと顔が見える、はい、でここまで喋っていいのかな。その時、はい、44歳って言われるわけ、はいはい、それがすっごい嬉しくって、いや若い怒ってなきゃいけない、口角が口角が顔出ちゃったんじゃないですか、怒ってなきゃいけないんですよ。44歳です。いやそんなあるんない。振り込め詐欺や迷惑電話防止のため、在宅中でも留守番電話に設定しています。お名前とご用件をお話しください。もしもし、大原なんです。おあにく、れいこね、今日外出してるんだもん。いないんだもん。れいこにご用だったら、ピーヒャラリーの発信音の後お話してちょうだい。少しの時間に長く話して。四十過ぎても成人派。もう少ししたら、れいこ帰る。ピーヒャラリー。お電話ありがとうございます。せっかくお電話いただきましたが、本日はあまりの暑さにバテました。また涼しくなったらお電話ください。ウィキペディア見ました、うん、相川翔さんがラインナップされていたので、相川も、翔さんのモノマネみたいですね。はい、兄貴兄貴あれ兄貴、俺かえなり君と、俺ちょっとえなり君どんなんでしたっけ。母さん、幸楽の麺は手打ちだからうまいんだろ、茹でたたきだからうまいんじゃないか。兄貴兄貴見つけた、ほら見つけたぞ。ちょっと現行犯で逮捕みたいな、現行犯逮捕2人に見せかけて確保10時58分同一の声で2人を演じ分ける。あのね、はい、これは私の罪じゃなくて、あの2人が悪いんです。あの2人が似てるんです、喋り方が、うん、あの喋、うん、り方じゃない、声ですね、声が似てる。そうです、なるほどね。泉ピン子さんと通販番組でのエピソードを紹介しました。やばいやばいっすよピン子さん。通販番組で絶対的 NG ワードのこの商品怪しいとか買わなくていいとか連呼するんですよ。本当そうなんですよ。しかも客前でスポンサーもいるんですよ。初めて心の底からお前はバ
送されてピンコさんがそういった商品が一番売れたんですよ。そうです、その場にいたの。僕らも全部出てますんでこれ一緒に、ね、はい、レギュラーでピンコ通販、もう毎回もうめちゃくちゃなんですよね。それでも、うん、すごいね。スイッチ入ったら大変ですもん現場は。売れるんだこれで。売れるんすよね。すごい。はい、売れるんすよ。だからもうあくまでもその庶民目線で、例えばフライパンでステーキとかを作ってると、ね、普通の主婦そんなにステーキ毎日食べないからねってめっちゃ切れてる。誰これステーキって言ったの、気取ったもの用意してとかって言って、うん、新しいね。そう、まあ、誰より通販番組見てるらしいんですよね、やっぱピンク。人間で自分から落とし合いまで大事なり小なり悩みのない人間など一人もいません。私もその中の一人です。お役に立つかどうかわかりませんが、85年の人生で体験したことを参考にお答えさせていただきます。ゆらゆらだな。どうぞよろしくお願いします。揺れてんすか、ずっと揺れてんすか。そばやかこういう状態で浮遊してるのかな、ずっと歌みたいな。はじめまして、ビバリー初お披露目の高市早苗でございます。勝ねばならぬ、勝つしかないという気持ちで走り抜いてまいります。清水美智子の早苗のミックスいかがでしょうか。清水のミックスとも呼ばれております。清水のミックスにしないでください。ちょっとです、喋るのが前のめりでございます。黒木でございます。黒木。あ、もう黒木さん言っちゃったよ。近い近い人持ってこないでください。混乱するから。でございます。そう、ちょっと関西弁なんですよね。うん、なんかそうなんですよね。うん、いやすごい、もうね、二人抑えてすごいよね。二人抑えてるっていうのはすごいですよ。うん、なんかやっぱキャラありますしね。なんかこう確かに言葉とかもね、うんうん。突然出てきたってイメージもありますけどね。キャラね、あ、まあそうですね。すごく そういえばいたなってね感じでしたけども。うんうんうん、君丸が来るということでね、何を着ていこうかしらね、持ってらっしゃるお洋服の中でも一番いいものを着てきて、あんな感じ。前の方なんかナフタリンの匂いがいって本当に困ったもんでございます。ここにいらっしゃる方はそれぞれの悩みを抱えて生きていらっしゃるのです。ご主人は妻や子供のために汗水流して働いて、酒と薬を交互に飲みながら会社のために手となり足となり首になり、会社に行けば上役にしごかれ、部下に陰口を叩かれ、奥さんはそんなことはいざ知らず、しょっちゅう病室に通って磨きをかけたつもりが、首から下は骨董品、腰から下は掘り出すもの。頑張っていただきたいのです。一生懸命働いて、ご主人は家に帰れば女房に懐いた犬に吠えられ女房まで吠えやがって、二言目には不潔だの汚いなどと罵られ、毎晩毎晩女房の方が一番風呂、女房が入ったその後で女房の残した赤を桶ですくい取り、いつまでも逃げる女房の赤、汚くてぬるいお風呂に入ったところで疲れなんか取れるわけないです。風呂から上がれば下着を自分で探し、寝床に入れば男よりでかい女房のいびき。出会った頃の女房は食べたくなるほど可愛かった。あれから40年、あん時食べとけばよかった。知り合った頃の妻は無口だった。それが今は朝から晩までペチャクチャペチャクチャ喋り、この口が体重ほど重けりゃどんなに幸せだの。昔ほっといた女房にほっとかれ、安らぐところは家も会社もトイレだけです。会社よりも女房に出したい退職届け。あの衝撃的な結婚披露宴から早40年、あの日のあのプロポーズ、あの日に帰って断りたい。